冥王台にも生命活動の痕跡が、カナダのラブラドル半島から最古の堆積岩と最古の生物活動の痕跡が発見されたのとちょうど同じ頃、イギリスの研究者を中心としたグループが、地球最古の岩石が露出するカナダ・ケベック州北部のヌブアギトゥーク表層岩帯で採集した岩石から生物が活動していた痕跡を見つけたとする論文を発表しました。ヌブアギトゥーク表層岩帯の年代は42億8000万年前でしたから、冥王台における生物活動の記録ということになり、驚くべき発見です。しかし実際にはこの生命活動の痕跡は二次的な影響を受けたものらしく、実際の年代も約37億7000万年前である可能性が高いようです。ただ海底熱水作用による沈殿物などが見られるという特徴と合わせて、現在の海底熱水系に見られるフィラメント状の微生物とよく似た構造が残っているというから大変な驚きです。生命は海底熱水系で誕生したという説がありますが、そのことを支持する証拠につながるのかもしれません。ところがほとんど同じ時期に西オーストラリアのジャックヒルズから得られた1万粒に及ぶ細塵性ジルコン粒子からグラファイトの包有物を含む粒子が一つ発見されたとする論文が発表されました。そしてその炭素同位体比の測定値から生命活動が示唆されることが明らかになったというのです。そのジルコン粒子の年代はなんと約41億年前ですので、冥王台において生命活動が生じていた証拠がついに見つかったということになります。もしこれが本当であれば、冥王台の地球上ではすでに初期の生命が活動していたということになりますから、生命の誕生は地球史最初期まで遡ることになります。生命の起源に対する強い制約条件となるでしょう。ところで最近、早稲田大学の赤沼哲史博士と東京薬科大学の山岸昭彦博士らは、分子系糖解析と遺伝子工学によって全生命の共通祖先コモノートが持っていたと考えられるタンパク質ヌクレシオシド二リン酸キナーゼ NDK のアミノ酸配列を細菌および古細菌それぞれの祖先型 NDK のアミノ酸配列に基づいて推定しました。そしてその熱耐性を実験的に調べたところ、その変性温度がなんと約94度であることを明らかにしました。 NDK の変性温度とその生物の指摘生育温度は性の相関を持つことから、全生物の共通祖先は75度以上の高温環境に生息していたことになります。これが最初地球環境の代表的な温度を示すものか、海底熱水系のような高温環境を表すものか分かりません。また全生物の共通祖先とは、現在生物情報からたどられる最も古い生物であって、
最初に誕生した生物と必ずしも同一というわけではありません。けれども、現在地球上に生息しているすべての生物は、高温環境に生息していた生物の子孫であることが明らかになったわけです。このところ、最古の生命活動に関する情報が次々と明らかになっています。これまで思いもしなかった新しい事実が今後明らかになることを期待します。補足。現在の生物の進化の過程で、すべての生物が共通して持つ祖先として考えられているのが、原核生物の一種であるルカ最後の共通祖先です。彼らの生態や形態、遺伝子などは現在の生物とは大きく異なっていると考えられていますが、遺伝子情報やタンパク質などに見られる共通性から、全生物の共通祖先として位置づけられています。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。